こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの標準レンズとして非常にポピュラーなレンズですね。ズミクロンの 50mm、 こちらはですね第3世代のズミクロン 50mm になりますね。シリアルが357281-0 ですので、1991年のドイツ製ズミクロン 50mm ということになりますね。マウントはもちろんライカ M マウントですね。この時代はですね、もうすでにカラーフィルムですね、カラーフィルムとか、デジカメはまだ出てないんですけれども、完全に設計がカラー向けになっておりまして、色のりが非常に濃くてですね、濃厚なこってりとした写りをするレンズになってますね。ポジフィルムみたいな鮮やかな発色ですね。コンピューター制御でレンズを設計するようにもなっておりまして、ニュージェネレーションレンズと言われるレンズの一本でもありますね。はい、ということで人気が高くてですね、ポピュラーなんですけれども、近年ではですね中古市場にちょっとあんまり出てこない一本でもありますので、ぜひお早めにチェックしてみてくださいませ。はい、では外観から見ていきますね。ご覧いただいてます通り、目につくすれあたりとかへこみとか、文字消え、塗装の劣化、こう色レッドの摩耗とかも見られない、おおむね備品と言っていい状態だと思いますね。こういうフロントもぶつけたり擦ったり、強くぶつけたり、まあ、落下したりとかですね、そういった跡は見受けられないです。はい、ピントリングのこの指掛け部分もですね、先端が当たったりとかひび割れたり白く変色したりとかもしてないですね。はい、レンズも綺麗ですね。前玉後玉ともに擦れ傷、比較傷、コーティングの剥離、摩耗なども見られない綺麗な状態ですね。中玉にももちろん曇りカビ、バルサム切れとかですね、チリホコリの混入も目視でほぼ確認できませんので、撮影して画質に影響のある量の瑕疵は全くなしと思っていただいていいですね。絞りの動きも軽快で滑らかです。羽の痛みとか油の乗りとか全く見えないですね。ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに一点のトルクで動いております。はい、一点だけですね、さっき気づいたんですけれども、この赤ポチですね、ボディに接続する時のこの赤ポチがですね、ちょっと取れちゃってるみたいですけれども、撮影には関係ないんですが、一応ご留意いただければと思います。はい、付属品がリアキャップと、こちらちょっと純正のものが今回見つけられなかったのでサードパーティー製ですけれども、一応ご留意くださいませ。はい、こちらのセットでお届けいたします。ということで、ズミクロンの 50mm 第3世代ですけれども、このまま撮影にご使用いただいて、もちろん全く問題ない状態の個体ですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、ニュージェネレーションレンズの一本、ズミクロン 50mm の第3世代ですね、1991年のドイツ製の一本になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。